ジャワの民族衣装ジャワ人は、インドネシアのジャワ島出身、在住の民族。主に、ジャワ島の中央部及び東部に住んでいる。人口9000万人を要し、ジャワ島及びインドネシア国内最大の民族である。インドネシアの民族のほとんどは、オーストロネシア語族に分類され、ジャワ人もこの語族に属す。台湾を起源とし、フィリピンを通り、ジャワに、 紀元前1500年の1000年に移住したと考えられている。元来ジャワ人は東ジャワ州、中央ジャワ州、及びジョグジャカルタ近辺に集中していたが、インドネシア国内の移住政策によって、現在ではインドネシアのすべての州に分布しており、その人口密度も高い。西ジャワ州の未まだにスンダ人の存在が大きい。日常会話は主に、 ジャワ語を使用している。1990年に実施された世論調査によると、ジャワ人のおよそ12%はインドネシア語を、約18%がジャワ語とインドネシア語の両方を、そして残りの約7割の人はジャワ語のみを使用すると回答した。しかし、現在ではインドネシア語を使用する人の割合が増加している可能性が高い。 ジャワ人は伝統的に父方の家系をたどる不景社会である。特に子孫が使命の前に父方の王族の称号を利用する権利の有無を判定する際にこの制度を使用する。しかしながら通常のジャワ人は父方の姓を名乗る習慣がない。ジャワ人の多くはイスラーム信者である。他にキリスト教信者もいるがその多くは 中央ジャワ州に集中しており、特にカトリックは、スラカルタ、マゲラン、ジョグジャカルタに多い。わずかではあるが、ジャワ人の中に、仏教徒やヒンドゥー教徒も存在する。また、ジャワ人の多くは、民族宗教であるケジャウェンを信仰している。これは、ヒンドゥー教、仏教とイスラム教の影響を受けた地元アニミズムである。これからわかる通り、ジャワ人は、 様々な宗教の神々や教義などの一部が混同内氏は同一視する集合の概念を取り入れている一例と言える。外部からの文化をジャワの伝統的価値観に翻訳、吸収し、うまく地元独自の新しい宗教概念を生み出している。インドネシア国内でジャワ人は様々な職業に就いているが政府や軍で働く者も,も多い。伝統的には ジャワの肥沃な火山性土壌のおかげで農民が多かった。1960年代に、米国人で著名な人類学者のギアツが、ジャワ人を、サントリ、アバンガン、プリアイの3つの系統に分類した。ギアツによると、サントリは正統的なイスラム教の解釈を組み、アバンガンはしばしば、クジャワンと呼ばれるイスラム教に、ヒンドゥー教やアニミズムの要素を取り入れた解釈をし、プリアイは、 後期を刺すと分類した。しかしながら、この主張に対しては、社会的グループと宗教的グループを混同しているとして、今日では反対意見が多い。また、この分類手法では非インドネシア系民族に適応しにくいという難点がある。社会的階層文化は、平等主義者が多い北部宴海地方ではそれほど硬くない。ジャワ語分布地図。 ジャワ人の起源地とジャワ語の分布は、ほぼ同一である。ジャワの洗練された、見事な宮廷舞踊インドネシアとその諸島の中でも、ジャワを起源とした芸術が、最もよく知られている。ジャワの有名なワヤンと呼ばれる、人形術文化は、ヒンドゥー教徒仏教の伝統に影響されている。ワヤンのレパートリー小説のほとんどはインドからの女子史、ラーマアヤナとマハーバーラタに基づいている。 これらジョジ誌や物語は、ジャワの古典舞踊と同様に、ワイアンの操り人形術に影響を及ぼした。イスラーム文化圏や西欧社会からの影響も見つけることができる。ジャワを起源とする芸術表現の中に、バティックの芸術とクリスタン圏がある。ガマラン音楽のアンサンブルは、ジャワ島とバリ島の両方で見ることができる。これらの芸術のすべてが、 ジャワの文化と伝統の中で重要な位置づけと機能を有している。一般的なジャワ人は家族の名前、つまり性を持たず一つの名を持つ。例えばスカルノやスハルト。ジャワ人の名前のほとんどがサンスクリット語を起源とする伝統的なジャワ語に由来する。スが良いという意味のため、スで始まる名前の人気が高い。イスラム教到来後は、 多くのジャワ人がアラブ由来の名前を使用し始めた。一般人が一単語名なのに対し、高貴なものは二つ以上の単語を使用した名を持つが、それでも性を持つものはほとんどいない。他の文化の影響で今日では他の言語の名前を使用するようになってきている。カトリック教徒ジャワ人は通常ラテン系先例名の後に伝統的なジャワ名を用いる。 負傷を用いる人もいる。例えば、元大統領のアブドゥルラフマン・ワヒドの名前は独立運動家であり後に大臣になった父の名前に由来する。また、この父はヒド・ハシェムの名前はその父ハシェム・アシャリから来ている。ありがとうございます。